ゲオルゲ・アレクサンダー・アルブレヒトは、ドイツの指揮者。アルブレヒトは、バイオリン、ピアノ、作曲を学び、1954年には、イタリア、シエナのキジアーナ音楽院で、プリ・ディ・エクセレンスの称号を得た。1965年、29歳の時に、ドイツの音楽史上最も若い年齢で、ハノーファー州立歌劇場の音楽監督に就任した。 1990年から1995年まで彼はドレスデンの全パーオッパーの客演指揮者を務めた。ここで彼は1994年にジョージ・タボリの制作によるアルノルト・シェーンベルクのオペラモーゼとアロンを指揮した。1996年から2002年までバイマルのドイツ国立劇場とワイマール・シュターツ・カッペレの音楽監督を務めた。アルブレヒトは フルト・ベングラー、プフィッツナー、シュルホフ、ペッタションなどの作品を得意としている。また、フランツ・リスト・バイマル音楽大学の名誉教授を務めている。2002年、ワイマール・シュターツ・カペレと共に来日し、6月22日には東京オペラシティにおいて、フルト・ベングラーの公共曲第1番を日本初演した。彼の兄、エルンスト・アルブレヒトは、 ニーダーザクセン首相を務めた政治家であり、息子のマルク・アルブレヒトは指揮者である。ありがとうございます。